The Wheel of Fate is turning. さあ、では、実況の方させていただきます。あーちゃん、今日は、12段のライチ対9段のこの辺でもかなり強い当たりですが、まずはお互い先制の試合を行った方が画面を取って有利を取っていく。ここが早速さあ、大地が固めて中段が入ってきた反対の画面半で運んでいく。このレベッジで画面端連携ここを入れていく。 2400 さあ、起き上がりに5回コンボを入れていって、これは死んでしまう。1本目はライチ。さあ、第2ラウンド、まずはハズマが突っ込んでいったが、ライチにシュートをされて、ジャンピー引っかかって投げが通って画面端、3500、一回投げ落とすのがさすがにいく。さあ、ボスで動けるが、どうせ次に来た大丈夫かって、これは固まってきた。さあ、ハドマが上から降ってきた。裏回りながらジャゴをつなごうとして、あ、めっちゃ減る。4600、途中で失敗する感がある。そしてコルシキを入れ込んで、フィオナさんが1本取ります。さあ、最初ラウンド、今の 3C をジャンプで後ろジャンプで受けて上から取ってくる。さあ、画面端を追い詰めて1回のコンボを入れていく。棒が飛んでくるけど投げで抜けて、さあ、ターンを取り戻した。さあ、引っかかりを待つと、ここは2人変わって3ブロックで締める。2石や伸びろ。さあ、こうなると冒頭ウロボロスの飛ばし合い。しかし大地が急接近、ヘッジペッジ触って追い込んでいく。さあ、狭間が逃げたか、ここに引っかかって、ちょっと、真ん中の台でホールさんの勝利です。おめでとうございます。さあ、第1リーグの試合始めていきましょう。ソウさん対オーカさん、お願いします。さあ、ハザマの体力はもう残り少ないが、ターンを落としているのもハザマ。僕はできないのかな。さあ、バリガーがもうない。さあ、時間ももうないぞ。レンジャーもなんか出ている。あと5秒、ハザマはどうする。おっと、竜遺層に引っかかった。勝ったのはあーちゃんさん、おめでとうございます。さあ、続きの試合いきましょう。キエオーさんと KR さん、お願いします。The Wheel of Fate is turning. さあ、で、Action!ちょっと別の台で試合をやっているのでカードが使えていませんが、KO さんが現在1位、KR さんのカード、KO さんは現在、10段です、初段の誠、ちょっと厳しい方ですが、とりあえず画面端、狼がうろうろしている。誠が突進していったが触れない。さあ、6手入ったところでバース入って誠が追いかけ、画面中央、しかし狼が噛みついてきた。一歩狼ではさすがに厳しいが、切り裂く。さあ、膝が入ってカウンターキックしたので、ざっくり持っていって、まずは KO さんが1本。
鳥さん次試合ですから、ね、聞いてません、ね、鳥さん次試合ですから、ね、さあ倉庫やってるうちに KR さんがコンボ取っている。固めてここまで触って投げ合わない。画面端まで押し付けたがひたすら 5B で触っていくスタイル。さすがに切り返したな。おっとジャンニーシー使って着地した後に狼がかくりきた。ターンを取られてしまった。マイどこだ。3100。コンタクトが悪くん、まあ、あんまりコンボは伸びないけど触りやすいから。3500が難しいレベルです。伸びないです。まああれです、ひたすら追い詰めに行きたい。こうやってる喋ってる間に KR さんがスペシャルゲーム書いて多分勝ったのは KO さんです。おめでとうございます。ペン置いて KO なりました。どっかの誰かです。テイガー、ノエル。The Wheel of Fate is turning. どうなんやろね。Rebel 1 Action 始まって、テイガーが、おっ、いきなりツーダウンが入っていって、よく見て、これ痛い。さあ、このままテイガー、じり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 追い詰めて、あとは能力のジャンディが引っかかって、このままコンボ、大体3000くらいかな。さあ、両方2600やった。さあ、自爆して、このビーをジャン、稼いで引っかけて、コンボを締めていく。さあ立ち回りになったら多分ノエル有利やけど、さあ画面でノエル固めてさあ投げ抜けて、さあスターゴールで磁力ついた。さあジャンプ1に育って、さあ6位出場戦を2位でかかっていく。ほぼ結構いい画面で勝ってます。さあお互い立ち回りに戻っていく。さあノエルが触っていって、さあチェーニボルバーから固めは崩れは結構怖いが、さあとここで2位で2号の引っ掛けた。うまい、まずバーストしたけど、ああスレッチになってこっちをバースト。さあこんな上から接近して投げ抜けていく。ジャンプ一瞬になってスレッチで有利フェ取っていく。さあスレッチハンマーチで風が去ってこれは死ぬ。さあというわけで死んで1ラウンド目取るのはグランディアテイガー。さすがに強さです。レベル2アクション。タイプを取ってジャミー叩き落として、コンボ食いていくのはノエル。これは画面外まで直行コース。ああスマッチの中段見えない。ジロクついて、この手が集まるときは手が有利か。ジロク溜めていったところ、ああスレッジャーマン追加終わっていった。右さあジャミーにかかって、あテリボロガの軍師見えない。この3000減らして、それはどうする。完全どこか勝てもよくやった。さあジャンプ成功だったけど繋がらない。ここで割り込まれた。ゲット B 大丈夫大丈夫、まだ生きてる生きてる、大丈夫大丈夫。まあ、体力上限ほぼ5分だけど、ここで DD パラしていく。そしてここから下がって死んだ。さあラウンド取り返すのはノエル。お互い熱い。で3円引っかかって、さあ動くのをコンボにしたところノエルがターン取り返していく。さあリバサで投げ、さあリバサ投げからお互い立ち回りに戻って、だん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 お互いに押しつけてほしい。はい、速攻負けました。はい、トリスさんとグランディアさん、ライン差がかなりあるが、トリスさんが取っている。しかしグランディアさんがかなり取っている。青投げ、勝ったのはグランディアさん、おめでとうございます。やらしいですね。ここさあ次の試合、さあ、実況していきます。ゾンビウマさんのラグナー対、シンクレイジーラスカルのゾンビウマ。
4段対7段。しかしこの2人両方とも強者10段以上の方々にひたすら揉まれてますので、それ以上の動きができるんじゃないでしょうか。テールスファンの追加で踏まれてさあ、突破ゲットが始まって、レイジーさんがタイクルを取って、カーネイジーさん突っ込んでくる。飛び動く敵はダメじゃない。しかし飛んだところにレイジーさんがすかさず差し込んで、1本目はレイジーミュー。ただいにあんぞ、タイマス突っ込んできて、お互い触るつもりだったんですが、レイジさんの方が早かった。さあ、重力で受け付けられながら必死に走るだろう。画面端まで連れていったか、ギャンブルに引っかかって、ダッグになった。さあ、またもミュウの距離、裏回りの投げ、分かるかそんなもん。ザクザク刺されて、バースト発射にいかない。逃げ台引っかかって、カーネイジがまたも突っ込んでくる。さあ、対空取られたが、バースト相手もう一回切り直し、中段入った。ガンちゃんをバーストで捉える。またも散らかるのか、刺されてしまった。トミーマさん、レイジーさんの勝利です。おめでとうございます。はい、さあ、真ん中の試合、私立満足学園同士の戦いは、荒木さんが勝ってしまった。勝って、おめでとうございます。レベル1アクション。1枚です。アラキさん、さあ次の試合、真ん中台お願いします。ミロクさんと夏の朝お願いします。ミロクさん、夏の朝お願いします。はい、待ったので実況戻ります。ノエルが2位で暴れている。相変わらずですね。前回のマジカルの試合でまさかの長さに勝利というね。この僕ら何してるかわかんないですが、本作になってもひたすらレイチェルを使って12段まで上がっている佐藤さん、侮れません。さあ、下段下段で EC を打ったけど、さあ荒らしている、この男荒らしている。まあ、レシーブは楽なもんですから。さあ、対空の 4D が入って、さあレイチェルがバーストハッカーを叩いて、ターンを取り戻していく。画面端まで落ち着けた。しかし落としてしまった感が半端ない。ジャンキー入って、さあ動作ついているが抜けて突っ込んでくる。中段入った。やばいやばい、この男今年もね、やばい、マジカルの本気勢を狩るのに定評がある。荒らすわ、ほんま。少年の勝利です。おめでとうございます。荒らすわ。11段下がったんですかこれ。ああ下がって、こんなところで The Wheel of Fate is turning。 まあ取り戻しつつ、 Level 1 Action。 飛翔拳。スランプから抜け出しているのかわからない銀星さんのシーンと、上り上司の正岡さん、テイは受けてみろ。お互い11段、下段が通って、中段入って、バスしての上方シーガリー。さあ、伸びるか。4100、ダメージ中で結構伸びている。やだ、クラッシュトリガー乗った。しかしバースト。スパークでとりあえず力をつける。なかなかやるな。あ、真ん中で実況してえわ。さあ、レッジを通って 2D 通って、正岡さんがやばい。
いいぞ。いい、真ん中台下ってますね。体力出したい。後陣だぜ。一回ですね、クラッシュが勝ちながらバリが張っていたが引かれて、PC さんが一本目。無駄なこと実況したいわ、真ん中台。アクション。さあ開幕6尾対するは爆クてからの2尾。 PC さんがベチベチ触って画面半まで詰めている。さあ爆クて防衛入ってとりあえず強くアドビック飛んでいなかったので合成入って大体指導が入るよ。これ4100のルートですね。はい、さあ投げが通って 6C から真ん中で盛り上がっています。引きを通ったけどここでバーストバーグつけてとりあえず強くジャンキー使って引き寄せて、真ん中の台はミスターサタンの勝利、おめでとうございます。さあ勝利を飛び越えて、次の試合です、ハーレメイスさん対イッキイッキさんお願いします。はい、マサオコさんからもらってます。はい、お願いします。おっと、マサオカさんがレッドビーを決めている。しかしまだ死んでない。ゴーリーゴーシーカウンターヒットしている。よく今まで生き残イッキイッキさんと行ってますか。イッキイッキさん、ハレメイさん行きますね。で、引きを通って 2D です、飛んでくる。威力もついた。さあ、ゴーリー入って冷静に対処できれば勝てる。2800。さあ、ジャンギー入った。突死衝撃ちょっと届かなかったドラ通ってガーゼットフィンガー2800。さあ、磁力をさらにスパークで上乗せして、さあ、ゴーリー入った。フェイタル指導、しかしコンボミス。飛んでいる。 6C からちゃんと繋いでいく。オーバードライブ、様子見ゲットビー、列表を取っている。さあ、殺せる、殺せない。勝利を取ってゲージがないけどごまかした。夏の勝利回転です。勝ったのは PC さんです、おめでとうございます。さあ、次の試合いきましょう。ナーガさんとモンモンさんお願いします。さあ、実況していきます。ナーガさんのミュー14段階、モンモンさんの白面9段。もうちょっと上があるんじゃないかな。モンモンさんは結構強いです。さあ、ナーガさんは画面端に押し付けられているが逃がさない。しかしターンを取られて逃げられてしまった。さあ、ジャンキーで突破して、おっと真ん中内の方が、ハーレベスさんの勝利です、おめでとうございます。次の試合ですね、鬼畜メガネさん対ホールさんお願いします。鬼畜メガネさん対ホールさんお願いします。はい、ジャンキーカラーの白面が追い詰められている。鬼畜メガネさん、あと4500も減らしている。1本目はニュー。ああ、ダイアンド、お互いスイッチブジャンプで牽制。さあ、しっかりガードしているが、下段に入って下段入ってさあ、ライト取ってガクガク刺している。4200。さあ、またもスーパーイク取って、さあ、白面は5玉ある。6玉なんだ。さあ、ここから落ちてが重力ついた。さあ、下段をしっかりガードしている。あ、下段のやつがなかったらシュッシュッと落ちたくないけど。さあ、汚い花火です、これは。しっかり取っている。ラピッド使って殺し切る。勝ったのはナーガさん、おめでとうございます。プルくんでできるのはテニスじゃなくてバレーなんですけどね。
今できないんですかねあれ。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. 紫投げのやつはあれバスケでしょ。まあとりあえず実況していきます。引けすところが多かったの。ケイオさん。ガルケン大白目。発射最終弾。さあ勝利。投げからのキャンセルオーバードライブ、これ痛いよ。めっちゃ減る。あ、でもあれだけ減るってけど、まあ、減るって言われてるけど、バルケのダイブがないのもあるんですね。さあ、ジャンディー C 引っかかった。ジャンディー引っかかった、ジャンディー引っかかった、クーナーが取らない。さあ、触るだけ、6B 入って、1本目は大岡さん。レボル2さあ第2ラウンド、さあすれ違いざまに狼が近づいていくが総裁怒ってあっちの確定なあと総裁の処理ですけどね、次の試合ですね、グランディアさんとアーチャンさんですね、はい、グランディアさんとアーチャンお願いします。グランディアさん、グランディアさん真ん中の試合でお願いします。ゲームが追いつこうとしている状況。ゲージはまあそこそこ。さあ、オオカミがターンを取っている。カビつき、カビつき。さあ、体力が来た。ここでオオカさんのバーストが溜まってたが空投げにはいけないでしょう。しかし、さすがだな。下段を取ってキャンセルオーバードライブ、これもいけるの。いけた、4100。一体牙は抜けてない。勝ったのは大岡さん、おめでとうございます。